さあ、マッチングしました。まさかのミラーマッチ、本日は貫突仕様でパーフェクトセル使っていこうかなと思います。はい、お願いします。めちゃくちゃ怖いです、正直。めちゃくちゃ怖い。これでいこうか。いや、こんなパーティー使ってみて、めちゃくちゃ高いんですよね、強大な敵パーティー。あ、緑出してくんねや。お願いします。さあ、初手は出しがち。ユニークゲージ貯めようか。はい、 OK、 撃っちゃおう。止めて、はい、はい、ナイス。これでユニークゲージをしっかり貯めるよ。しっかりと貯めさせてもらいます。これで、バニシングを回復と。バニシング回復も強いよね。さあ、これでユニークゲージマックス、最高。サンキュー。悪くないよ、悪くない。クソ強えわ。マジで。はい、最速いただき、パーフェクトセルが止まりません。誰かパーフェクトセルを止めてください、マジで。この貫突、この悪魔を止めてくれ。つえー、これはユニークゲージ貯めてる暇ないぞ。お、攻めるぞマジで。 OK、ライジングでいいや。半身崩壊を落とせればフルパワーフリーザー動きやすくなるんでね。あー、マジか。武器かわいい。はい、ナイス。通常で止めて速圧いこう。はい、ナイス。これは救急カーツやな、多分吹っ飛ぶと思う。受けてみろ。なんちゃって確定死亡。マジクソ強え。俺はユニークゲージ貯めたいね。どうするよ。一応これドラゴンボール覇気使ってるんで。ああ、マジか。はい、さすがにライジングはたまらないはず。さあ、魔人ブー硬いぞ。ラッキー。これは究極やね、確実に落としていこう。さあ、ラストだ。強え。マジで強いんやけど。どうなってんだこれ。バニシング回復、ほら、ユニークゲージを貯めなくていいのか。本領発揮、おお、何やってんだよ。そんなことさせないよ。はい、撃っちゃうよ。はい、これで勝ちやね。 OK、 あざした。さあ、マッチングしました。再生パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあこういう感じで、いや、こっちやな。お願いします。多分紫は出てこないでしょこれ。相手のパーフェクトセルクソ懐かしいな。出してくんのか。緑2枚、嘘だろ。うちのリミテッドセルを舐めてんのか。とんでもない火力しとったぞさっき。そう、 OK、 ナイス。はい、さあ、これでバニシングちょっと回復するんで多分間に合うよね。ナイスよ。あー、ダメか。
あれ嘘。最速いただいちゃう。これよう考えたら相手救出2枚やな。クソだるいわマジで。クソだるい。はい、これ必殺アーツがつながるんでいっちゃおう。で今のうちにちょっとユニークゲージ回復しようか。うわー強え。これユニークゲージあったら落ちとったね多分。あ射撃やと思ったわ。はい、残念だったね。交代するしかないよな。ただこれ阪神崩壊さんは相当されたくないな。ナイス。さあガンガン殴っちゃおう。はい、火力高え崩壊ざます。つえー、あー遅い。はい、ナイス。多分使ってくるよね。うん、そうね。いやータックルじゃないか、タックルじゃないか。いやーマジか。はい、やれやれその程度。打撃カワチェマジ便利やわ。落ちちゃうよ。もう2回使ったよね全部。これ救急カーツでいいや。死に値する罪。ほらで、これであと緑2枚残ってるんで、セルで OK。これやばすぎ。気力ないでしょ。強すぎ。強すぎる。誰か止めてくれ、強大な敵パーティーを。いや、マジで、凸上げたいな、強大な敵パーティー。ただ、非常に難易度が高い。非常に難易度が高い。これ即圧打ったんで多分気力ないと思うんだよな。でゆっくりと時間を稼ごう。あー必殺間に合うよなこれ。しゃらー食らえ強っ。さあマッチングしました。今月サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。これはどうかな。なかなか厳しい対決にはなりそうではあるんやけど、まあこういう感じでいきますか。はい、お願いします。まあ復活ご飯をセルで倒せれば爆アドなんで OK。お願いします。はい、最速いただいていく。まあ打撃圧多いのありがたいね。はい、硬いな相手。結構硬くね。これで一応バニシング回復 OK。ナイス。よーし。あーやらかした。もったいねー。贅沢したー。はい、特殊アーツ来すぎなんやけど、これ大丈夫？特殊アーツだらけ。うまい。はい、よっしゃー、くだらん、しゃーしゃおら OK。 ドラゴンボール覇気だ。しかもこれ気力ゼロやからね、めっちゃ強いと思うやけど。ドラゴンボール4つ覇気、怪物入る。オッケー、これもライジング打っちゃおう。はい、ぜー、
クソ強いマジで。オッケー。なんか巷ではね、あのゴジータ4と能力逆やろみたいな言ってる人もいましたね。なんでなんだっていう。はい、その程度か。アクアメスルー。はい、タックル来そうやけどな。ナイスタックル。いやー、あー、そのままなんや。マジか。はい、オッケー。一応これでドラゴンボール奪えてるんで。いやー、やらかしたわ。もったいない。いやー、これライジングしょうがないな。ないか、助かる。オッケー、強い。はい、 OK。 落ち。さあ残り2体。それは雑い、それは雑いよ。ほら、これはね、根血特攻で殴った方が得だと思うんで、こっちで殴っていこう。ユニークゲージも貯めつつね。はい、これな、ユニークゲージ貯める暇なかったな。ちょっと通常で返してメインで見よう。ここで取られんのもったいな。ざますかな、捨てるなら。うん、はい、落ち葉はあるしね。残念。で、相手メイン使ったよね、親子で。確か左から2番目が射撃やったと思うんで、射撃ぶっぱしよう。よーし、ナイス、いいよ。こいつはどうかな、強すぎるマジで。ナイス、ユニークゲージ溜まったよ。遅いな、死ぬくねそら死ぬやろ。ナイスタックル。オッケー、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は貫突仕様で、パーフェクトセル使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ強かったな。すげえ火力やったわ、正直。ベラボーでしたね。まあ、同じ貫突同士の土俵だからこそ分かるこの火力、たまらんかったね。いや、もうちょい突増やして強大な敵パーティー使いてということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。